はい、どうも皆様おはこんこ、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015実況プレイ、重野五郎侍道パート7ですかね、やっていきたいと思います。で、今回はね、交流戦が始まったっていうことでね、この通り交流戦が始まったんでね、まあ阪神は結構順調に勝ってますね。で、今回は則本対重野五郎、かっこいいですね。でね、8勝1敗、今のところ8勝1敗、防御率が 0.98、 なかなかいい感じでしょう。うん、やっぱストレート、スプリット、ストレート、フォーク、チェンジアップでなかなか抑えれるもんですね。で、相手の強さがこんな感じです。ピッチャーが強い、相手バッターがパーフェクト。なかなかいい感じの強さに上がってきましたね。でね、早速、今日は先発ピッチャー、まあ、バッターもしていきますけど、やりたいと思います。誰にしよう。鳥谷にしようかな。頼むわ、鳥谷。さ、今日はね、楽天打線、うわ、則本絶好調か。なかなか厳しいとは思いますけど、ね、頑張ってやっていきましょう。あとね、ピッチャー、先発ピッチャーの時は、ランナー操作なしにしようかな。じゃあ、進行設定で変えないとダメですね。いやいやいや、それにしても、ピッチャーの方はかなり順調ですね。もうバッターの方もそれなりには打ってると思うんですけど、なんかちょっと苦手ですね、まだね。さあ、頑張っていきましょう。今日甲子園なんでね。せっかくなんで勝ちたいですよね。とりあえず進行設定で、ランナーはプレイしないってことでね。よし、やっていきましょう。カズオか。カズオかっこいいな。やっていきましょう。ストレート。先制するかしないか。ナビチ。いいね。呼吸の攻防です。呼吸低めに。カズオストレート強いからな。絶対低めに。引っ張った。これは。フェアフェアです。今なりそれは止めてほしいな。先頭バッターを出してしまいました。無理なんかな。厳しいんかな今のは。でも決めてほしかったな、止めてほしかったな。バントバントさしましょう。送ります。うまい。ファーストが取る。オッケー。一塁送球します。次銀次でしょう。銀次が怖いな。さあ、そして岡島ですか。銀次じゃないよ。銀次4番、そんなことはないでしょう。バッターですね。打ちました。オッケー。サード取った。いいね。一塁送ります。よし、初球で終わったのはでかい。二塁となりました。いいよ。ペーニャですよね。ペーニャって長打力の高さ。そうですね。さあ、よし、ライプチー。ペーニャがバッターボックスです。振ってほしい。落としてきた。ならないですよね。しかし、ストレート。ライプチー、これでかい。ストライクを取ります。チェンジアップ。ワンボール、ツーストライク。このピンチ、見事三振を奪いました。ラッキーラッキー。タイムが合ってくれなかったんですかね。まあ、失投という魔球ですから、なんだってね。うわ、則本打てる気しねー。それにしても銀次6番とかですか。厄介やな。もしかして出てないとか。やっぱり6番って書いてますね。ネクストで書いてますもんね。うわー、サンチェスってそんななんか細かいバッティングできるんですね。厳しいなー、ほんとなんてバッターや。銀次ねー、迎えたくないなー。今日の先発ピッチャーは重野。ここまでインサイド、うわ、セカンドの右抜ける。ゲッツーにしてほしかったな今のは。ピンチになりました。ノーアウト、厳しい。まあ、五郎くんピンチからが強いですから、タイガース、バントさせましょう。ここはランナーを増やしています。バントしました。打ち上げてしまいました。よし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 、打ち上げてくれるのはでかい。ワンアウトランナー二塁一塁。ここを抑えてピッチャー迎えたいですね。そして打席には島が入っています。絶好調かよ。アウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは出していません。もう一回インコース。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから。振らないか。しっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。もう入れたかった。小宮山さん、フォーク。数を狙うにはどういった配球になりますか。厳しい。ゴロを打たせたいので低めに沈むようなボールを打ちました。ファールか。バッターの島、今シーズンの得点圏打率は2割1分2厘となっています。どうします。フォークですかね。フォークしてもちょっと寂しい。外れてフォアボール。見てきますか。これでワンアウト。さあ、則本ですね。ここで決めれば三振を取る出番ですね。そうですね。オッケー、アビチ。中間守備で来てますから、どの類に走行するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、そうですか。気配ね。チェンジアップ。次は今のボールと同じコースにストレートもあると思いますね。ストレート、なるほど。
よし、ナイプチいいね。ジャイロボールが来てますよ。ジャイロボールがね、カズオカ嫌やな。チャンスに強い、満塁に強いんか。いい当たり、これは大きい。うわ、やられた、完全にやられた。そして厳しい、完璧にやられましたね今ね。うわ、やられた。ここは抑えておきたかったんですが、うん、ここで抑えたい、できれば。よし、ナイプチ2点ならね、取り返してくれるかもしれない。インコース打ちました、いい当たり、高く上がった。うわ、ライト下がっていく、下がっていく。4点は厳しいな。そしてセカンドランナーも3塁、捕まりましたね完全にね。いや、やられたな。4点は厳しい、これ監督大高校ですね。打った、マジか。おこの当たりはどうか、ラッキー。まあ、なんとかっていう点数でもないですけどね。打てねー、則本打てねー。まあ、立ち直っていきましょう。大きく失点してしまいましたが、ここからぜひ持ち直してほしいと思うんですが、持ち直したいですね。そうですね、もう本当に打ちました、痛烈な打球、入りました。マジか、マジか、相手主砲の一振りでした。その際一気に5点と突き放されました。バッターは5番。いや、やられましたね完全にね。さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。よし、ナイスボール。ここは内と外の使い方を考えたいですね。いや、5、6ここまで打たれるとは思ってなかったですね。そこをうまく逆手に取っていきたいところ。まあね、打ちました。打たれる時もあれば抑えれる時もありますからね、こればっかりは。まあ、なんとも言えないですけど、厳しいな。パーフェクトで結構いいピッチングできてたんですけどね最近ね。打った、それにしてもよう打たれる。なんか今日楽天打線触れてますよね。さて、小宮山さん、バッテリーの思惑しっかり研究されてる気がしますね。まあ、そうですね、初球は、まあ、言うてもね、ストレートとチェンジアップとフォークしかないんでね、狙い球は少ないですよね。うん、やばいな、打ち取れる気がしねー。よし、2球目打ちました、今成。オッケー、いいよ。2アウト。いや、あのペーニャの当たりとかね、外角低め、9位 S ですよ。あんだけ弾かれたらね、ちょっとやる気というかね、自信なくしますよね。2アウトランナーありません。ワクチン、いいね。マキタのあのバットの投げ方かっこいいですよね。あのフォローの後のね、本当に。いいところへ決まります。吉村とかちょっと、亮太とか吉村ちょっと大げさですけどね。まあ、あのマキタとかね、あの。バレンティンとかかっこいいですよね。うん、ブランコとかはもうかっこいいを通り越していかついですよね、あの置き方ね。見逃して三振になります。いいな。さ、チャンスですよ。1点でも返しましょう。4、5点も取られたんでね。うん、さあ、打席には先発の。なんで、防御率、じゃあ、いや、得点圏打率7割ですから。返しておきたいですね。いや、厳しい。さあ、得点圏に。あのね、応援歌はようにしました。うん、僕ようの応援歌大好きなんです。うん、まあね、5、6なかったんで、かっこいいでしょ、かっこいいですよね、洋の応援歌がね、歌もかっこいいですし、厳しい、厳しい、セカンド取った、一塁へ、2アウトになりました、厳しいな、これは進塁打になりました、まあ、進塁打から相手としましょう、点取れねえ、4回に入っていきます。さ、イーグルスの攻撃、島ちゃんですよ。8番バッター、先ほど見逃されたね、ここ抑えたかったですよね。ここの島にフォアボール与えてしまったのが失敗でしたね。さあ、小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。どうか、流れを取り戻したいですよね。そうですね、ここ抑えて、まあ、一応援護持ちなんでね、期待はしていいと思いますけど、相手ピッチャーは則本なんでね、ちょっと厳しいかな。アウト、ワンアウト、ちょっと立ち直ってきましたね少しは。うん、ピッチャーに打順が回って、則本全然スタミナ減ってないですもんね。厳しい、本当厳しい。そうですね。うわ、マジか。お、ラッキーラッキーラッキー、危ねえ。マジかと思いましたね今ね。怖え。打順は1番に帰ります。いや、宿敵カズオ。まあ、ここはカズオ怖いな。チェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど。まあ、新しい企画の方ではカズオめっちゃ頑張ってくれてますから。うん。まあね、それはもうアップしてるんかな、これアップしてる時では。まあ、それをね、見てくれたらいいと思います。そっちの方が僕で好きなんですよね、個人的に。そっちの企画の方がね。うん、まあ、グランプリの企画やった時、ベースボールヒーローズでやった時は、あれほんまに僕面白かったですね。
まあ結構ね油げなく勝っちゃったんですけど、まあねあれ結構面白いですよ、監督プレー、僕の性に合ってるというか。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2014のね方はやったことなかったんで。まずは先頭バッターを打ち取っています。厳しい、絶対二塁行かれるやん。走り方、ランナー回ってるけど走り方はキモい。これで4試合連続なんか進撃の巨人みたいになりますよね。そらえて怒られるから。ペーニャ、まあタイガースとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。ストレート高め。バッターボックスのペーニャ、今シーズン得点圏での打率は3割4分。うわ、2球失投で抑えた。まあ失投という魔球ですから、なんてね。さて小宮山さん、バッテリーはどんな思惑でしょうかね。タイミング合ってるよ絶対。一発は怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。そうですか。さあ、ナイスボール。どう組み立ててくるのか。よし、いいね。1点でも取ってほしいな。お、チャンスで回ってきましたよ。スリーラン打ちたいな。スリーラン厳しい、絶対厳しい。乗本からはこういう場面で返しておかないと後が苦しくなってきますから、返したい、繋げていきたいですね。いや、いい当たり、バカにしてますね。うわ、惜しい。もう一人返れるんじゃない、無理か。いや、ここの打点は大きいですね。いやー、入るかなと思ったのにな。お、いいね、2人帰った。お、4点も返してくれた、大きい。1点差ですよ。甲子園球場から、いや、抑えよう。もしかしたら逆転してくれるかもしれないので、則本を捉えましたね。ナイスピッチ。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。いや、さっきのヒットは大きかったみたいですね。タイガース1点ビハインドで迎える6回です。いい、ね、うわ、1球目打ちました。この当たりはどうか。抑えるって言ってこれですからね。バッター1塁蹴って2塁に向かいます。銀次抑えれる気しねー、ほんまに。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。まあ下位打線になっていくんでね、そこを利用しながら、うまく引っ張られて、うまきたか、怖いな。まず何を投げてくるか。マジか。オッケーオッケーオッケー。こえあれ、校長とかやったら確実に上越えられてましたね。一球でアウトが増やせたのは大きいですよね。島か、まあ、ここで離されないためにもね、よし、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。よし、フォーキーフォーク。この場面で打席には8番の島が入っています。ストレート高め、よし、チェンジアップ内角、振りませんね。切りました、ファウルボール。フォーク、これが6球目。いい押し方だったんですが、バッターよく見ています。粘られてフルカウントになります。厳しいな。ファウルボールです。ストレート、いや、ピッチ、ここは投げ最高。踏ん張っています。よし、則本を抑えたい。ここでね、切りたいですね。則本がバッターボックスです。チェンジアップ、今日の調子でしたら代打を送ってもよかったと思いますね。フォーク、そうですね。よし、このピンチ、空振り三振に、ピンチに2つ三振取れる、これが重野五郎ですよね。全然打てる気しなかったですね、今ね。小宮山さん、リードを許して終盤に、いや、チャンスで回ってきてほしいな、五郎君にね。もうやれない状況ですよね。そうですね、もう本当に1点取られるだけで、まあ、致命的になりますよね。致命的ですよね、本当ね。集中してほしいですよね。集中してほしい、わかりました、集中しますよ。絶対カズオは出さない。カズオだけは出したらダメ。うん、カズオはダメですね。落ちる球を選択しましたが、手を出しませんでした。チェンジアップ、それにしても振る気なかったです、今のフォークね。よし、ショート、オッケー。一塁送球、いいね。アウト、ワンアウトです。いいよ。さあ、藤田ですか。藤田、まあ打率低いんでね、ここ抑えておきたいですよね、正直な話は。まずはワンアウトを取っています。ナイフチー。さあ、2球目は何か。チェンジアップ、チェンジアップ行ってほしいな。行け、アウトコースのチェンジアップ。ボールか。3球目は何で来るか。ストレート、外角低め、ライプチコースに決まりました。フォーク、ワンボールツーストライク。フォーク苦手なんでね、振ってほしいな、できれば。内角、真ん中ぐらいの内角、よし、変化球、空振り。いいね、結構三振増えてきたんちゃいます。8個、本当ね、五六で三振取れるんですよね。まあ五六くんですからね。気をつけたいですね。なるほど。組み立てのポイントになってきそうですね。同じとこからチェンジアップ。ビビるんちゃいます。おってなるんじゃないですか。うん。インコース決まった。
あっという間に2ストライク。外側に外す、内側に外すストレート、ここよし、見送っています。これ外側にチェンジアップ、どうですかこのコンビネーション、ビビるんちゃいます、チェンジアップ苦手やし。よし、完璧、チャンスで回ってこないかな。お、コブラ打ったら逆転ですよ。打ちてー、打ちたい、打ちたいな、甘く来ないかな、甘く、そしてバッターはピッチャーのボール、ボール、まあ代打で勝負かけてもいいと思いますけどね。いや、代打で勝負かけるよりもね、ゴロ君の方が能力高いですよ。バッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか、ストライクですよね。いい当たり、入れ、いや入らんか、フェンスに直撃、よし、最低限の仕事はしましたよ、あとはチームに任せましょう。ここは見事なバッティングを見せました。これ、もうね、声が出ません。どっちも空振り三振は声が出ません。しゃあないっすわ、それは。僕が打たれたのがね、失敗ですよ。いや、ペイナってそんなバッティングできます？本当。内角低めをね、1、2塁間で持っていきますわ、あんないい当たりでね。腹立ちますね、本当。そんなバッティングされたらね。取って、取って。ワンバウンド低くなりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー、2塁1塁。ノーアウトランナー、1、2塁は厳しい。それも銀次やし、打ちから入りました。そうですね、怖い、でゴロを打たせたい、ライナー持っていった、フリーヒット、やられた、これはもうゴロ君負けですわ、ボールは中継、セカンドランナーしゃあない、あそこのコースを持っていかれたらもう勝てませんわ。イーグル、抑えたかったんですが、ここで変えられそう、やっぱり変えられた、完全にやられましたね、こっから逆転はしないでしょう、なさそうですね。はあ、やられた、今日は楽天打線で栄養にやられましたね。くそ、日本ヒットは放ちましたけどね、いや、一応絶対的エースになった次の試合やったのに悔しいですね、だいぶ悔しい。まあすいませんって感じやですね、ほんと切り替えましょう、8失点、もうどうしようもないですね、互角ですか、これで78アウト連続無失点やったんですね、めっちゃいい感じで来てたのに失敗したな、強かったですね今日の楽天は、個人的にめっちゃ強かったんじゃないかなと思いますね、甘いボール見逃さんし、いいボールも打たれたし、渋かったな。じゃあね、今回はこれぐらいということで、バッターの方は良かったですけど、ピッチャーの方は良くなかったですね。じゃあね、また次回はバッターソースでやっていきたいと思います。それでご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それではね、ソースケでした。さようなら。